おはよう。うわ、どうした？なんですって？どうした？よっしゃ。わっはっは。ほら。うわぁ！わっはっは！どうした？はぁ。はぁ？わっはっは！わかった。なんですって？よっしゃ。ほら。おはようございます。よう。うわ、いや、なんですって？スイーツ特集だ。へえ、この新発売のケーキ美味しそう。こっちは限定発売のシュークリームか。もう絶対美味しいやつじゃない。いいなあ。はあ、雑誌のスイーツ特集なんていくら見てても虚しいだけだわ。なんかお腹空いてきちゃった。バハスに頼んでおやつ作ってもらおうかな。でも太っちゃうかな。アリン、ここにいたんだな。あ、ファング、何か用事？俺にはお前しかいない。え？何なのよ急に。真剣な顔しちゃってどうしたのよ。そうだな、驚くかもしれない、でも何度考えても俺にはお前だけなんだ。この気持ちはもう抑えられねえ。俺と付き合ってくれアリン。好き、そうだ、付き合ってくれ。いやいや、ちょっと待って。それって本当にそのカップルになる的な？おう、まさにそれだ、カップル上等。嘘、あんたがそんなこと言うなんて何か罠があるはずよ。あるわけねえだろ、俺を信じろ。
私だって別にファングのこと嫌いじゃないし、パートナーとしても信頼してるし、あんたが本当に心の底から私を求めてくれるっていうなら、付き合うのもやぶさかではないというか。よし、カップル成立だな。でも待って、ちょっと急すぎない？もっと心の準備をしたいんだけど。そんな暇はねえ、2時間限定なんだぞ。は？何その時間制限。これを見ろ。チラシ？ドルファ寿司新店舗オープン記念企画、カップル限定2時間食べ放題？しかも大トロ、アワビもあるって書いてあるぞ。食べ放題なのにすげえ太っ腹じゃねえか。絶対行きたい。この気持ちは抑えられない。でも問題はカップル限定ってところだ。俺に付き合える胃袋を持つ女は何度考えてもお前だけだった。頼む、カップルのふりして付き合ってくれ。ああ、紛らわしい。抑えられないのは気持ちじゃなくて食欲じゃない。まあ、分かってたけどね。どうせそんなことだろうと思ったわ。でも疑いつつもちょっぴりときめいちゃった自分が恨めしい。あ、なんか言ったか？別に、他の女の子じゃなく私を誘ったことは褒めてあげるって言ったの。いいわよ、付き合ってあげる。私もちょうどお腹空いてきたところだったし、たまにはお腹いっぱいお寿司食べよう。よし来た、お前ならそう言ってくれると思ってたぜ。言っておくけど、これからもこういう用事で女の子が必要な時は真っ先に私に声をかけるように。いいわね。当たり前だろ、お前は俺のパートナーなんだからな。よろしい。じゃ、行こうぜ。カップルらしく手をつないでみる？なんちゃって。俺は構わないぜ。バカ。お前ら、ちゃんとついてきてるか？俺様がいればフューリー探しなんて楽勝だって証明してやる。このやる気、いつまで保つんでしょう。あら、どうかなさいまして、アリーさん。なんだか浮かないご様子ですわね。ああ、なんでもない。さあ、私たちも行きましょう。せっかくファングがやる気出してるんだし。すか、なんでお前らしかいねえんだよ。ガルドとシャルバンとハーラはどこだ。はっ、まさかあいつら迷子だとしたら。ファングさんが無駄にやる気を出してあちこち覗いて回っておられる間に、本命とおぼしき道を迷いなく進まれただけですわ。何？まさかあいつら俺より先にフューリーを手に入れて売っ払ってご馳走を食う気じゃ。おい、クソ、待ちやがれ。いや、あんたじゃあるまいし。うひぃぃ、なんだこいつでか。おい、ガルド、シャルバン、ハーラー。人を呪わば穴二つ。勝手にひどい妄想するからよ。因果応報ってやつね。巻き込まれる私たちの身にもなってほしいわ。くそ、こんなのやけくそだ。行くぞティアラ。はぁ、巻き込まれ損ですわ。
一丁やるか。よっこらせ。始めますわ。はっ。準備はいいぜ。来い、アリン。アタックエフェクト。くらえ。おいった。舐めてますの？私の番ですわね。どうですか？また差をつけてしまいますわね。行くか。アタックエフェクト。一瞬で終わらせる。また来世。てってれー。私の番ですわね。
癒します。俺様の番だ。アタックエフェクト痛いぜ。また来世楽勝楽勝。なんとかなったな。後でシャルマンの野郎にアイスをおごらせてやる。おい、アリー。え？あ、何？気抜いてんじゃねえぞ。まだまだ先は長そうだからな。わかってるわよ、そんなこと。お前ら、なんか思い出したのか？わかんない。でも、何か引っかかってるのよ。なんていうか、どこか懐かしいような。それでいて、胸がざわざわするような。変な感じ。この知恵の回廊に、アリンちゃんの記憶の手がかりがあるのか。なるほど、実に興味深いね。ハーラ？なんかさらっと戻ってきた。そういえば、ここは太古の昔、失われた古代人の英知によって建造されたと言われている。完全に無視やな。いっそすがすがしいですね。ガルド、シャルマン、お前らも何食わぬ顔で戻ってきやがって。古代人の英知ですか。うん。そして古代の人々に英知を授けたのは女神の力によるものという説もある。だから彼らは女神を崇拝していたんだよ。アリンちゃんの過去もその話と何か関係があるのかもしれないね。そうなのかな。だったらさっさと攻略しちまおうぜ。ほら、行くぞ。あれがフューリーやな、間違いないで。思っていたより簡単でしたわね。モンスターのボスもいないようですし。いや、代わりに別のがいるみてえだぜ。おい、そこに隠れてるやつ、さっさと出てきな。誰もいないようですか。それならそれでいいじゃねえか。モンスターもいない、みんなにも危険がない、最高じゃねえか。恥ずかしい失敗を勢いでごまかしていると判断する。うるせえな。俺だってたまには失敗することもある。その方が人間味あっていいだろ。そうですわね。でもあなたの場合、たまにではなくて結構な頻度でですわ。黙れってのこの間違い訂正女。正しいことばっか言ってると脳みそが疲れて早死にするからな。なんて理不尽な暴言。やはりいいですわ。とにかくお目当てのフューリーは見つかったんだ。さっさとこっから出ようぜ。せやな、
なら戻ろうか。おい、何やってんだティアラ。みんな行っちまってんぞ。すみません、靴紐がほどけてしまって。今何か聞こえませんでしたか？あ、そうか。俺は何にも。どなたかそちらにいらっしゃるのですか？お前、俺の真似してカッコつけ。やー、本当になんか出てきた。ずるいぞお前ん時だけ。どうせ出るなら俺の時に出てきやがれ。つか、他の奴らもう行っちまったぞ。どうすんだよ。どうするもこうするも倒すしかありませんでしょ。また二人でかよ。光栄だ。浄化手当を出せ。ふざけたこと言ってる場合、襲ってくるわよ。ハリン、いつの間に。あんたがガタガタ文句言ってる前よ。旦那、何騒いでるんや。って何やこいつ。ガルド、マリサ、助かったぜ。しゃあこの野郎、相手になってやる。かかってひやがれ。俺様の番だ。アタックエフェクト、一瞬で終わらせる。いった、始めますわ。手抜いたらんで。始めますわ。ワイの番やな。アタックエフェクト、よっこらしょ。様の番だ。アタックエフェクト、一瞬で終わらせる。私の番ですわね。タッチ。やったるで。アタックエフェクト、とついたるで。フェアリンクディスコネクト。
私の番ですわね。ワイの番やな。アタックエフェクト。どついたるで。強なったで。そろやろ。しっかりせえよ。癒されますわ。ヒロイン登場ですわ。あなたなしでは強くなりましたわ。目つぶっとんかいな。そろそろやろう。アタックエフェクト。やっくらしゃ。ヒロイン登場ですわ。ターン。わっ。お、いけそうや。タコ殴り。マスターやろ。そろそろやろ。マリサ、行くで。受け取り。ヒロイン登場ですわ。
なりましたわ。サクサクっとな。アタックエフェクト。わっしょー。あの雰囲気や。よっしゃ。ファング君、ティアラさん、ガルド君、大丈夫でしたか？すみません、僕としたことが。はははは、楽勝楽勝。俺様の強さで一発や。んじゃ、さっさと宿に帰って打ち上げだ。そんな浮かない顔しなさんな。いつかは記憶も自然と戻るかもしれない。あまり焦らないように。ありがとう、ハーラ。おや、何でしょう、あれは。俺はヒューリーですが、半分に折れてますわ。半分に折れたフューリー？そんなもんが役に立つのか？わからないけど、何か不思議な感じがする。なら一応拾っとけよ。うん、わかった。私も手伝いますわ。あっ、なんだこれは。目の前がクラクラしてきたで。エラー、修復不可、原因不明。めまい。でもみんな同時になんて。まさか毒か。みんな完全に油断してました。不覚です。やはりお前か。感謝する。お前があの場所を訪れた時から石は転がり始めたのだ。しかし、なぜ今。なるほど、そういうことだったのね。はい、女神の血と邪神の血、そしてこの折れたフューリー。まさかこんな偶然があるとは。感謝しよう。すべてお前たちのおかげだ。だが、まだまだ役に立ってもらわなければ。マスターのために協力したい気持ちは一緒でしょ。でもお前は優しすぎるから、私が少し手伝ってあげる。Yeah.
あれ、私たちってどうやら気を失っていたようですね。皆さん、無事ですか？こっちは問題ないよ。私もバハスも無事だ。シャルマン、ワイもマリサも大丈夫やで。ゆい、ゆい。どうやらまんまと仕掛けられた罠にかかってしまったようですわね。はい、おそらく一時的に意識を失わせるガスのようなものが仕掛けられていたのでしょう。待って、まだ無事を確認できてない人がいる。本当です。みんなで探しましょう。安心して、私ならここにいるわ。よかったですわ。怪我などしていませんか？ええ、大丈夫。これで全員の安否は確認できましたね。安心しました。そうね、本当に。それでリーダー、この後はどうするの？僕のパートナーであるアリンさんの記憶の手がかりが見つからなかったことは心残りですが、フューリーも手に入れたことですし、ここにはもう用はありません。一度ゼルウィンズに戻りましょう。そうしましょう。リーダーの決定に従うわ。ああ、リーダーの判断が間違ってたことはないからな。そんなことはありません。優秀な仲間の皆さんにいつも支えてもらっているからですよ。本当にシャルマン様ったら謙虚なんだから。では戻りましょう。余計なものには触らないように。また何かの罠を発動させる可能性もありますから。了解やで、リーダー。足引っ張らんよう慎重に行動するで。説得力ないな。大丈夫、ガルドちゃんが置いたしないように私がちゃんと見張っておくから。それなら安心ですね。ひどいで、リーダー。もっとワイを信用してくれや。所詮は獣か。だが問題はない。何もない。知恵の回廊から戻って数日が経ちましたけれど、特に後遺症も出てないですわね。ええ、そろそろフューリー探しを再開してもいいかもしれませんね。おいおい、その前にやることがあるだろ。前回のフューリー発見祝いの打ち上げがまだだ。そうでしたね。では今晩打ち上げをしましょう。となると買い出しが必要ですね。待ってくれ、買い出しなら私も行く。だがその前にシャワーを浴びてくる。出るまで待っててくれよ。待て待て、ここで服を脱ぐな。脱衣所まで行ってからにしろ。なんだ、俺の顔に何かついてんのかよ。いえ、なぜか君の名前を思い出せなくて、長らく会っていなかったような感覚といいますか。冗談だろ、この俺のことを忘れたのか。大切な大切な仲間の俺のことを。シャルマンちゃんったら、私のパートナーのザンクちゃんでしょ。まさか忘れちゃったの？ああ、そうでしたね。
僕も疲れてるのかな。うっかりしていました。まあわかるぜ。リーダーの立場ってのはプレッシャーもあるだろうからな。あんま無理すんなよ。じゃないと殺しちゃうぜ。過労死するくらいならこの俺の手でよ。ザンク、あんたの気の使い方は何か間違ってるわ。細かいことは気にすんな。ごめんなさいね。うちのザンクちゃんはおおらかだから。おおらかなのかな。ああ、おいシャルマ、てめえ腕から血が出てるじゃねえか。本当だ。どこかで傷つけたのかもしれません。気がつきませんでした。つまらねえことで血流してんじゃねえぞ。ほら、この薬を塗っとけ。あと止血剤も。意外ですわ、ザンクさんがお薬を常備してるなんて。悪いか。他人の血を見るのは好きだが、自分の血を見るのは大嫌いなんだよ。なるほどね。やっぱ慣れねえ親切なんざやるもんじゃねえな。ろくなことになる。そんなことはありません。僕は助かりましたし、嬉しかったです。ありがとうございます、ザンク君。さっぱりしたわ。なあマリアノ、もう上がったのか。早かったな。相変わらずカラスの行水だな。ちゃんと洗えてるのか心配だぜ。失礼ね、バハス。私が一度でも一周を放ったことがあって？いや、それはないけどよ。なら、パートナーを不当に貶めるような発言は控えなさい。ま、悪かった。アリンちゃん、どうかした？ううん、マリアノだよね、私たちの仲間の。当たり前でしょ、今さらどうしたっていうのよ。ああ、私も疲れてるみたい。ごめんね、気にしないで。ほら、買い物行こう。お、ちょっと待っててくださいますか。部屋からバッグを取ってきますので。ザンクちゃん、おやつの買いすぎには注意だからね。お夕飯食べられなくなっても知らないから。嫌だね。俺は食いたい時に食いたいもんを好きなだけ食う。おお、ザンクちゃんったら本当におおらかなんだから。いや、やっぱりおおらかの使い方を間違ってると思うよ。待たせたな。でかいバッグを持ってきたぞ。じゃ、買い物に行こうぜ。ザギ、保冷剤は忘れていないわよね。もちろんです、マリアノ様。どんな食材を買ったとしても、このザギが宿まで鮮度を保ってみせます。さすがザギね、頼りになるわ。そう、ザギ、頼りになる仲間のザギよね。うん、それじゃあ出かけよっか。騒いでも無駄。お前には止めることはできない。でも目障りだから、このカゴに入っていなさい。コップを高く掲げろ。知恵の回廊でのフューリー発見を祝って盛大なパーティーを始めるぜ。
欲望のままに肉を食らい、本能のままに酒を飲み干せ。今宵ここは主治肉林となる。乾杯。相変わらず物騒な挨拶だな、ザンク。もう少し品のある言い方があるだろう。うるせえな、宴の始まりに品なんざ必要ねえんだよ。まったく、仲間として恥ずかしいぜ。少しはマリアノ様を見習えっての。そのマリアノ様だったら、たった今骨付き肉にかぶりついているが、これのどこに品があるってんだ。マリアノ様！何？文句があるの？このお肉はこう食べるのが一番おいしいのでしょ？さすがマリアノ様です。料理を一番いい方法で食すとは、俺も見習わせていただきますね。なんかザギってマリアノのパートナーみたいね。この俺がマリアノ様のパートナー？アリン、そんな嬉しいことじゃない。不敬なことを言うと許さんぞ。落ち着けザギ、口から物がこぼれてるじゃねえか。あ、もう汚ねえな。品がねえのはてめえの方だったな。はい、ザンクちゃんもお口からボロボロこぼれてますよ。まったく、まるでここは保育園ね。マリアノさんは子供が好きなんですから、ちょうどいいのでは。残念でした。こんな大きな子供はごめんよ。そうだマリアノ、町で新しい楽譜を手に入れたんでしょ。ハープ、ここで何か弾いてよ。無理を言わないで、まだ練習してないんだから弾けないわ。じゃあシャルマン、お前がケーキ付けにピアノを弾け。打ち上げなんだから陽気なやつをな。ピアノに合わせてザンク君が踊ってくれるなら喜んで弾いてあげますよ。ざけんな、俺は踊らせるのは好きだが、自分が踊るのは苦手なんだよ。あら、それならなおさら見てみたいわ。踊りなさい、ザンク。誰が踊るか。クラス、黙ってないで助けろ。盛り上がるのもいいけれど、今後のことも少し話しておきたい。そうですね。次のフューリーがある場所はロロさんから入手できましたが。厄介な場所よね。確実にドルファの妨害があると思うわ。ドルファ、食品や家電から孤児院の経営、地域振興まで幅広い業種を経営している巨大企業。しかしその裏では世界中のフューリーを狙い、何かよからぬことを企んでいる。今まで何度もドルファの妨害を受けてきたからな。ったく、なんとかならねえのか。相手は大企業ですからね。武力も人材も向こうの方が何倍もある。まともに相手をしたら勝負になりません。もしその問題が解決するとしたら。グラス、どういうこと？ドルファを裏から牛耳っている男、そいつのいる場所の情報を手に入れたわ。その男さえ殺してしまえば、もう二度とドルファは邪魔してこない。殺すって、私たちはそこまで。向こうは殺す気よ。私たちの命など少しも気にしていないの。殺される前に殺す、そんなの自然界じゃ当たり前のことだ。その情報は正確なんですよね。ええ、保証する。私を信じてほしい。シャルマン様、もしかして本当に。フューリーを集め、世界を平和にできるのは僕たちしかいない。よこしまな目的を持った者が立ちふさがるならば、僕は遠慮なく手にした剣を振り下ろす。それでこそ私たちのリーダー。お前にその覚悟があるんなら、俺は信じて従うだけだ。ああ、
それが仲間というもの。気乗りはしないが、俺だけ居残るわけにもいかねえしな。ええ、そうね。ザンクちゃんがそう言うなら。アリンさん、僕を信じてついてきてほしい。私はシャルマン様のパートナーだから、切っても切れない絆がある。だからどこまでもついていくよ。グラースさん、ドルファを牛耳るその男の居場所は？気だなる地域、ドルファの支配者と思われないようにと、さびれた裏通りにある廃墟にいるらしい。そしてその男の名はファングよ。